ポッシュのウルトラヘビーバーエンドは振動低減はもちろんのことスペーサーが2つ入っておりバーエンドとグリップの隙間を調整することができます私の CB1300 は左側のグリップとバーエンドの間が最初から隙間が開いていますポッシュのバーエンドに変える前までは ゴム製のですねスペーサーのようなものをつけていましたがこちらのバー,バーエンドに交換して隙間を埋めることができました使用する工具はプラスドライバーと六角レンチですまずプラスドライバーで純正バーエンドを外します 外れたら、ウルトラヘビーバーエンドをスペーサー1つで付けます。このスペーサー2つあるんですけど、ここは1個でつけるとですね、ちょうど隙間が空かずにつけることができます。 このようにぴったり付けることができました。次は右側です。右側は純正でも隙間がありません。そこで右側はこのようにスペーサー2個で取り付けをします。プラスドライバーで純正バーエンドを外します。 六角レンチを使ってウルトラヘビーバーエンドを取り付けますスペーサーはこのように2つですね反対側1個でしたがこちらが2つで六角レンチで締めます このように隙間なくぴったりつけることができました。また、振動低減もですね、前に実験の動画出しましたが、概要欄にリンクを貼っておきますが、えー、高速道路でですね、100キロ前後ではほとんど振動がないというくらい快適です。えー、ぜひこれですね、取り付けることをお勧めします。